セガは AOU2009 アミューズメントエキスポで新感覚のブロックゲームブロックピーポーを出展しました。実際のブロックを積み上げるだけの簡単操作なので誰でも楽しく遊ぶことができます。なかなか今までなかったブロックを実際使っていただいて遊ぶというパズルゲームになっています。このキャラクターに指定された食べ物を食べさせてあげるというふうな、お子様でも簡単に楽しめるゲームになっています。ブロックを画面の前に積むとブロックピーポーというキャラクターがその上を登っていきます。ブロックを足場にして食べ物のある場所まで誘導し、制限時間内に画面内の食べ物をすべて食べ尽くすとステージクリアとなります。ロケーションテストの方も行わせていただいたんですけれども、ご家族の方にも非常に好評で、楽しくお子様にも遊んでいただきました。2009年夏の稼働を予定しており、世界展開も考えています。Digging for News